半世紀生きたもん働きたくない。ビロヤンです。おはようございます。今日は6月26日、水曜日ね。午前7時20分です。はい、それでは今日も一日よろしくお願いします。何か言っておかなきゃいけないこととか。それでは、これだいぶ、いつ買ったの？6月の初めぐらいに買ったんかな。100均ショップで板とこの木片みたいなの買ったんですけど、これを何にするか言うとですね、まあテーブルですね。こうやってこういう感じでまあこれでテーブル代わりにして、まあご飯置けるんじゃないかということで、これを作っていきたいと思います。はい、とりあえず今日はこの足の部分ですね、これをこう木工ボンドでくっつけてこの足作っていきたいと思います。もっとね、太い木片があったらよかったんですけど、ちょっと100均では見当たらなかったんで、これでつけりゃいいんじゃねえって、木工ボンドでということで作っていきます。んで適当に接着剤つけて、よいしょ、何かな、はい、なんかずれるな。まあどうしよう、お前、これで今日一日乾かしたらいけっしょ。今日の作業ここまでです。今日26日の支出は1188円です。はい、いきなりステーキで、ハンバーグ 300g 食べました。ランチセットですね、ご飯とかサラダついて、1188円です。あとコンビニでも買い物したんですけど、それは LINE Pay のチャージ分から払ってるので0円とさせてもらいます。預金残高は
897万4515円です。動画ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ピロヤンでした。